方戦友になるという警告。この日を境に電話も止まりました。なんかちゃんと話をしましょう。寮生がこうやって話を求めてるわけですから。はい、はい、ちょっとさ、ものすごく不安ですよ、はい、我々としては、はい、このまま話し合いたいと思われて、話し合いました。この寮を舞台に今起きていること。イチョウ並木の奥にそれはひっそりと佇んでいました。京都大学吉田寮。昼なお薄暗く長く続いた廊下。数えきれぬほど踏みしめられた階段。闊歩するさまざまな生き物たち。ヤギだったりとかエミューだったりとかクジャクがその飼われてたりはしてて、そこは時代に取り残された異空間。ここに100人を超える京都大学生の営みがあるのです。吉田寮に憧れて入ったという平沢大輔さん。吉田寮っていう存在もまあ一応入学する前から知ってて、で合格発表決まった後に実際来てみたら、本当にあったみたいな築100年の建物に住めるって多分この機会逃したらないだろうし。家賃は光熱費込みで月2500円。そこに性別や年齢、国籍の垣根はありません。京都大学に在籍していることが唯一の入寮条件。玄関を入るといつの頃から置かれたのかこたつとソファーが迎えてくれます。みんながその居室に帰るときに必ず大体ここを通っていくような場所で、自然と人がここに溜まっていて、テレビ見たりお酒飲んでたりタバコ吸ってたりいろんな過ごし方していて、京都大学吉田キャンパスの一角にある吉田寮。玄棟と呼ばれるこの建物は共有スペースが並ぶ事務棟と2階建て3棟の居住棟からなっています。受付があるのは事務棟のこの部分。こんな光景も繰り広げられるといいます。結構その寮外の人とかでもなんとなくこう、こんにちはって言って入ってきて、よく知らない人もここで喋ってたりするっていうのはよくあります。全然受付の奥にあるのは会議スペースにもなる通称漫画部屋。さらに麻雀部屋、ゲーム部屋もあり、寮生らが思い思いの時を過ごしているのです。寮内で最も吉田寮らしいのがこちらの部屋。ここは大部屋として、その新入寮生が最初の2ヶ月間寝食ともにする時の雑魚寝部屋みたいな形で、まずここで一緒に共同生活をします。あとはその宿泊に来た人たちがここで寝泊まりするとかっていうこともあります。吉田寮の新入寮生は大部屋での共同生活が原則。時には10人以上が寝泊まりしていることもあるといいます。こうした大部屋は寮生以外も宿泊できる異文化交流の場でもあるのです。歴史を有し、日本最古の学生寮と言われる吉田寮。居住棟には6畳から10畳の居室が並びます。どこか懐かしさとぬく
くもりを感じる空間。古くから自治寮として学生自ら管理や運営などを任されてきました。吉田寮の調査を行ってきた建築家がいます。まあ、当時あの京都大学の中でも優秀な学生を入寮させていたわけなんですけども、一番優秀な生徒が来たというような割り振りをしてたと。バルコニーがあって、一般の町の人たちの生活よりもかなりモダンな生活をここでできたんじゃないかなというふうに思います。3棟並ぶ居住棟はそれぞれデザインが異なります。中でも北寮はバルコニーや縁側を有する豪華な造り。かつて寮生たちはこの棟に入居するため切磋琢磨したといいます。これだけのものがあの大学寮として残ってるっていうのがもうここだけしかない。で、寮として使ってるということですね。建築学的に言いますと貴重だと。こうした中、大学は去年12月、寮の老朽化と耐震不足の理由から全寮生の退去を通告しました。期限は9月30日。まあ、かなり寮内が騒然として、で、まあ、翌日窓口に抗議に行ったりとか、まあ、質問状出したりとか、そういういろいろ動き始めたんですけど、もうなんか大学の方は基本方針で決めたからとかいう。退去後寮をどうするか明言を避ける大学側。これに対し寮生は、学生の意見も聞かず一方的な通告で寮の取り壊しもありうると反発しているのです。建物の、まあ、価値であったりとか、その共有スペースでこう交流してっていう動みという中で出てきた文化とか、わかりやすく言えばそのなんだろう、まあ、転校したくないみたいな感じの平沢さんら寮生は吉田寮の存在価値を広くアピールしようと見学ツアーを企画。この日は100人を超える市民が集まりました。吉田寮現棟を見るにあたっての特徴は、木材の、良質さというのがあります。目の当たりにする異空間に興味津々の参加者たち。壊すのって簡単じゃないですか。だけどもう一度これを作ろうと思ったらもうやっぱり時代的にはできないじゃないですか。そういう一方的な大学の主張でこういうのがなくなってしまうのはやっぱりおかしいなと思いますし、さらに寮の耐震改修法や今後の活用のアイデアなどを一般から公募するプロジェクトも立ち上げました。集まったのは木をふんだんに使って耐震性と利便性を確保したものや、現棟をそのまま生かし近未来と融合させたものなど26作品。僕らだけでは当然もう到底思いつかなかったようなアイデアだってあるし、そういういいところも、まあ、今後その寮自治会の方でどんどん吸収していって、で大学の方にこういうのどうですかって出す時の、まあ、参考にもなると思うんですけど。10日後に退去期限を控えた日、一人部屋の片付けをする寮生がいました。東京出身の近藤あずささん。まあ、10月以降住んでたらどうなるのかなっていう、まあ、結構不安の方が大きくてですね、あまり実家に心配をかけたくないというのと、まあ、自分の生活っていうのもありますから出てた方がいいかなということで。吉田寮で暮らし卒業したいという夢にのしかかる厳しい現実。それは苦渋の決断でした。退去期限を超えた今月1日、
100人を超える寮生が残ることを決めました。だからまず話を聞いてほしくて、話を聞いた上 でこの場に来てもらって、こういう場所が実際にこんな風に人間たちが集まって何事かが展開されていてっていうのをちゃんとこう見てもらって、で双方向できちんと話し合える、こういうあり方をもっと大学には持ってもらいたいなとは思います。大学の、ね、学生さんたちはもう話し合いたいと、話を聞いてほしいというふうに言ってるんですが、大学側はと言いますと、これまでの交渉で寮生の安全確保という喫緊の課題について建設的な話し合いができなかったとしてるんですね。で現在は話し合える状況にないと大学側が言っています。まあ、いろいろ双方言い分あると思いますが、なんとか納得のできるような落としどころが見つかるような話し合い続けてほしいなというふうに思いますね。さて次は総理の表明で準備が本格化してきました消費税の値上げなんですが、